ゴーカーチャンネル。今もそのでエンジンがかかるときは本当に静かなんですが、でも音はね、どちらかというとこの車は音を聞かせるような風にしてあるんですかね。先ほどのエンジン音のそのステップの、ところもそうですし、なんかそんな気配を感じますね。で、減速セレクターが、まあ、昔っていうか他の、パドルシフトの車と同じように、減速セレクターっていうのがここについています。で、左側を押すと減速のレベルをより強くしていくような形なんですが、これでうまく回生を使って、ブレーキペダルにそれほど頼らなくてもブレーキを効かせることができるというのもいいところだと思いますね。例えば1回押すと2からスタートするようですね。で、3、4というふうに普通の、エンジンブレーキの車と同じような、扱い方ができるというのは、やっぱこれ使いやすくていいですよね。これはなかなかいいと思います。で、ディスプレイがこうすごく立派なディスプレイがあって、これはまあすごく綺麗な映像です。ごくこれはフィットの時にも驚きましたけれども、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。で、これは特に物入れとかではないですね。これはちゃんとマウントするような形になってるんですが、ホームを押すとどっかで見たことあるなと思ったら、ホンダEと同じような感じになってまして、これもアプリなどを入れて、いろんな通信で情報を得たり、いろんなことができるんだそうです。まあ、ちょっと今回はその細かいところまではお話しできないんですが、まあ、すごくそういうところも国産日本のメーカーは充実しててすごいなというふうに感じるところですね。で、これももう前からフィットの時にも散々いいというふうなお話をしたんですが、エアコンは物理スイッチなんですけれども、これも多分相当研究したんじゃないですかね。このスイッチのこの周りの、ザラザラではないんですね、このカッティングと言いましょうか、のフィーリング、回した時のこのカチカチ感なんていうのは、相当こういいもの触ってるなというような感じがして、このあたりの操作感というのは相当考えられてるんじゃないかと思います。で、左右独立エアコンなんですが、温度はここでももちろん変えられるんです、表示が変わるんですが、こっちの高いところに表示するっていうのがミソなんですね。視線移動が前を見ているところからこれぐらい下げるよりも、こっからここの方が全然少ないわけです。で、風量なんかもちゃんとここに表示することができますから、これとこの、コンビネーションは、まあ、操作編でも申し上げたんですが、相当魅力的な、地味なんだけれども魅力的な、部分であるなというふうに思います。それからシートヒーターにこのグレードはステアリングヒーターまでついているというところもですね、やっぱりもう本当に装備の充実度合いというのは相当なもんだなというふうに思います。で、まあ、パーキングブレーキは電気式で、オートホールドブレーキももちろんついていて、今オートホールドオンにしてあるんですが、まあ、これなんかももうほぼ当たり前になりつつあるのかなという感じがします。で、乗り味に関してなんですが、まあ、なんか特徴があるかというと、まあ、乗ってみると実はそんなに乗り心地に特徴はあるようには思わないんですね。別にゴツゴツしてるかっていうとゴツゴツはしてません。しなやかに路面の凹凸を全く感じないかっていうとそうでもないと、いうので、タイヤは225の50の、18インチを履いていました。最近ホンダの車はミシュランを結構、使うことが多いんですけれども、あのホンダ E もミシュランだったんですが、今回はミシュランのプライマシー4をこの車は装着をしていましたけれども、まあコンフォートタイヤで、フランスの PSA なんかもプライマシー4をよく使っていますが、そのタイヤなんですが、もう少し
あの空気圧も見たところ別にちゃんと規定値の値だったんですけれども、もうちょっとこういう今なんか割と狭い道を微低速で走って、やや路面の荒れてるところを乗ってたわけですが、ちょっと足回りで吸収しきれてないところがありますね。だからひょっとするとちょっとこのホイールがやっぱオーバーサイズなんじゃないかなという感じがします。見た目的にはそれはかっこいいんですが、乗り心地とかの面からするとややホイールが大きすぎるんじゃないかなという気がします。この後あのガソリンに乗るんですが、ガソリンの方は16インチでこれより2インチ小さくなるんですね。まあそれ乗るの楽しみなんですけれども、その間の17インチぐらいだと、ちょっと16インチだと見た目に貧弱という人もいるかもしれませんので、17インチぐらいだったらどうなのかなというのはちょっと個人的に思うところではありますね。それから操作編のところでも申し上げたんですが、エアコンのその吹き出し口でなかなか面白くて、そよ風アウトレットというのがあって、この真ん中は普通のここの吹き出し口から出てるんですが、これを上にしますとこの L 字型のところから、風が出てくるようになってるんですね。でドライバーというか前席の人には直接風を与えずに、まあ空気の流れを良くすると、特に後ろへの空気の流れを良くすると、いうことがこれで、実現しているそうなんですけれども、まあこれはこれで今のような気候の時だといいですね。ただ夏場だとね、やっぱり直接風当たりたいなっていう場合には、この普通の真ん中のところにしたいかもしれませんけれども、まあそういう新しい、考えがあるような気がします。で、視界に関しては、割とこの車、フロントガラスは、立っているような感じですね。立っていて、窓ガラスが結構遠いんです。だこう手伸ばしてもあんまり窓ガラスそんな、触る自分の頭に近いというような感じがなくて、そういうところは、窮屈感もないし割と開けた、視界感覚です。この A ピラーも太いのかなと思ったらそこまで太くない印象ですし、細くはないですが、まあこれで大きな問題にはならないかなとは思うんですけれども、ただたった一つちょっとこれは気になるなと思うのはバックミラーですね。まあこれ最近他の車でもいろいろこういう車あるんですが、ドアミラーの付け根がドア側についているフラッグタイプというものなんですね。でこのフラッグタイプというものを、使いますと、そのなんていうの、窓のこの角とドアミラーで非常に大きな四角ができるということで、これを手前にフラッグタイプにしてより手前にすることでここの四角がなくなるからいいですよというような話なんですが、まあそれはそれでまあいいっちゃいいんですけれども、逆に今度ドアミラーがすごく手前についてくるんですね。でさらにそのドアミラーのこの幅も結構ありますよね。だから結構こうミラー自体が手前についてるんです。でこっちの運転席側も見にくいですし、左側なんかはもっと見にくくてですね、果たしてこのドアミラーの厚みがいるのかなと、もっと、奥にドアミラー自体を薄型にしてもっとミラーの鏡面を奥にしたような、形状にできなかったのかなというふうに思うところはあります。アウディなんかはここのところに斜め後方のブラインドスポットモニターを仕掛けるためにまあここの厚みがあるというのはまあそれはそれでしょうがないかなと思ったりはしたんですが、この車は特にそこに機能がないのにこの厚みがあるというのがいやいやちょっと気になるところであります。ブラインドスポットこの車ついてるんです、ついてるんですが、それは鏡面についてるタイプなのでちょっとそこがね、よくわからないなというところで、もう一個はこれはまあ、他の車でもあるんですけれども、日本の、まあ、指導で、サイドの側方の左側の側方と側前方の、視界を見えなきゃいけないということで、ミラーをつけてるんですが、そのドアミラーの下に小さいミラーが、でまあこれもですね、まあまあ、この車の場合はオプションでマルチビューカメラがあるので、マルチビューカメラをつければあんなものをつけなくていいんですけれども、あれをつけるぐらいだったらはもうちょっとなんかいいものがなかったのかなと、特にホンダの場合は Nボックスとかステップワゴンで、合わせ鏡を
して映すようなものもあるわけですし、 CRV なんかももうちょっと別の方式で見せるものがあるわけですから、何かこれがね、もうちょっとスタイリッシュなものになってたらよかったのになと思うのは、このドアミラー絡みではちょっと気になるところがこのベゼルには少しありますね。まあでも乗ってみて、このベゼルはどちらかというと結構その先ほど申し上げている通り、エンジンの音を聞かせたりアクセルを踏んだ時も割とエンジンの存在を出すと言いましょうか、旧来のエンジンのようなエンジンの車を乗っている、ハイブリッドに乗っているというよりかは従来からあるガソリンの車に乗っているようなフィーリングで演出しているところを見ると、割とこうスポーティーに乗せたいようなところがあるのかなという印象がありますね。まあそういうところからすると、この18インチのホイールだと、まあこういうちょっとスポーティーな乗り味っていうのは一つ、まあわからなくもないんですが、でもできればもう少し、やっぱり、路面の凹凸なんかはうまく吸収してもらうとよりいいかなと。ダメだとは思いますね。そんな言うほどひどいわけじゃないんですが、もう少し丸みがあるとより良かったかなという感じはしますね。ホンダセンシングがもちろんこれもついていて、まあもちろんこれも止まった状態で聞かせられます。今聞かせましたけれども、ね、聞かせられます。でもこういう機能に関しては本当にホンダはもうどの K からいろんな車もつくようになりまして、すごくいいですし、車線維持支援システムですね。これは確か65キロ以上じゃないと聞かなかったと思いますが、白線の中央を走るようにステアリングを、維持するシステムですね。それもこれついてるもんですから、高速道路での快適性っていうのはなかなか見るべきところも多いかなというふうに思います。ちょっと今スポーツモードにしてみました。やっぱりスポーツモードにするとよりエンジン音を聞かせますね。まあ、やっぱりホンダって改めて考えてみると、こういうスポーティーな走りが好きなメーカーですから、だいぶこう EHEV も熟成に入ってきてですね、そういう運転して楽しいとかエンジンの存在をこうあえて出すとかですね、そういうところまで余裕ができてきたのかもしれませんね。ちょっと今までの EHEV と、特に私が家で乗ってるステップワゴンなんかと全然違って、こっちの方が、よりこうスポーティーなフィーリングと、走りの楽しさ感はあるなというふうに思いますね。本当このステップ感があるのが面白いですよね。で今度ちょっとイーコンにしてみました。で、イーコンにすると、やっぱりね、今、ノーマルとか、スポーツでやってたのからすると、やっぱり随分おっとりした感じになっちゃうんですが、まあ、街中で、前の車に流れて走るという時には、もうこのイーコンぐらいで乗るのが一番、ぴったりですね、気楽に、乗れていい、かなというふうに思いますね。ブレーキのフィーリングなんかは本当にもう全然普通の車と同じように、操作できます。でももちろんやはりブレーキを効かせるときにヒューという快晴の音はやっぱ聞こえてきますね。だからこの車はあまりその静かな車と、いうところを強調している感じではなさそうですね。まあこのクラスの車ということもあってだとは思いますが、その静かですごいという、まあもちろん電気だけで走ってるときは静かではあるんですけれども、でもやっぱりどっちかというと音は聞かせる方の考えになっているような感じしますね。この EHEV のパワーフローの表示がすごく大きくて分かりやすくなっているのもいいですね。これは前の古いちょっとステップワゴンとかだとこんなに凝ったイラストにはなってませんので、このあたりもやっぱり新しい車っていうのはより良くなってきているのかなというふうに思いますね。まあ、EHEV、すごく魅力的なパワーユニットで、それがまあ、このコンパクト SUV に
乗ったということで、それを待望してた方っていうのは、いると思います。まあ、フィットもすごくいい車なんですけれども、どうしてもフィットだと全長も短いということで、ややトランクルームに関しては、足らないところがあると感じる方なんかは、このベゼルの登場を楽しみにしてたと思いますので、そういう方にとっては、このベゼルの EHEV、EHEV の方がね、もう、売れてる数も、うんと多い、もう9割近い、そうですけれども、まあそういうの待ってたっていう方多かったのかもしれませんね。じゃあ、あえてガソリンがどうなのかっていう、のもちょっと気になりますから、この後はこのベゼルのガソリンの、車に乗って試乗インプレッションをしていきたいと思います。3分でわかる車近代史のコーナーでございます。今回はアウディの A3、 2世代目の A3 のスポーツバッグですね、このご紹介なんですが、アウディの A3 って最初は3ドアしかなかったんですけれども、途中でそのスポーツバッグというのが追加されて5ドアモデルが出てまいりました。でその頃だったと思いますが、このシングルフレームグリルで、まあ、今なんかこのシングルフレームグリルも全部いろんな形状になって難しいんですが、まあ、このガバッと開いたグリルを使い始めたっていうのがちょうどこの頃だったと思うんですね。で、まあ、この、まあ、これは割と後期モデルの方なんですが、この A3 のスポーツバッグは知り合いの方が私も乗ってて、何度かもう運転もさせてもらったりしたことがあるんですけれども、なかなかやっぱり、小さいながらもですね、やっぱアウディらしい走りで、乗り心地なんかもかなりこうしなやかで気持ちのいい、フィーリングだったことを思い出しますね。で、まあ、ここ最近もいつも言うんですが、こうスイッチとかのこう触り心地をこういいフィーリングにしてあるというのは、この頃からもそうでありまして、私もこの車のベージュの革内装なんかが確かオプションだったと思うんですが、そういうものがあれば、ちょっと欲しいなと思ってた時期もあったんですけれども、まあ、結局それは買いませんでしたが、ワゴンのようにも使えるし、ハッチバックのようにも乗れるというような、まあ、荷室の割と広めのハッチバックというふうに思っていただければよかったかなと思います。この A3 シリーズには S3 っていうよりスポーティーなものもあったりして、それもなかなかね、いろんな鮮やかなカラーがあったりしていいなと思った頃がありましたけれども、まあ、この A3 は A3 ですごく自然に気持ちよく乗れる車だったなっていうのを今思い出します。日本でね、乗りやすいサイズでね、そのあたりも良かったかなというふうに思いますね。今日はアウディの A3 スポーツバッグ2代目の2008年の車をご紹介しました。